J.C.R. リックライダー、ジョゼフ・カール・ロブネット、リックライダー、ジョゼフ・カール・ロブネット・リックライダー、1915年3月11日から1990年6月26日は、コンピュータの歴史上重要な役割を果たした人物、J.C.R. リックライダー、または、リックと呼ばれる。現代のコンピュータネットワークについてのコンセプトを、 作り上げたという点でも重要な人物であり、その分野の開発での彼の役割の重要性が広く認められるようになってきた。単なる計算の道具ではない汎用的な道具としてのコンピュータという観点での開発にも深く関わっており、今日のインターネットにつながる考察でも有名である。彼は通信におけるコンピュータの重要性と民主主義における大衆への情報伝達の 重要性を理解していた。1915年、ミズーリ州セントルイスに生まれた。父親はバプティスト派の牧師で、一人っ子だった。幼い頃から、工学の才能を見せ、模型飛行機をよく組み立てていた。また、自動車いじりを、生涯の趣味としている。セントルイスワシントン大学で学び、1937年に、物理学、数学、 心理学で学士号。1938年に心理学で修士号を取得した。1942年にロチェスター大学で音響心理学の博士号を取得している。1943年から1950年までハーバード大学音響心理学研究所で働き、その頃からコンピュータにも興味を持つようになる。1950年にマサチューセッツ工科大学。 MIT 準教授。MIT では、リンカーン研究所設立に関与し、工学部の学生向けの心理学プログラムの確立に尽力した。1957年、ソサイティー・オブ・エンジニアリング・サイコレジ・エスッツから、フランクリン・ V ・テイラー・アワードを授与された。1958年、アメリカ音響学会会長に選出される。1960年に、論文、 人間とコンピュータの共生を発表した。一方で、コンピュータを利用した防空システムを構築する、冷戦化のプロジェクトであるサージュに携わった。1957年に BBN の副社長となり、PDP-1 の1号機を購入してタイム、シェアリングシステムの公開デモンストレーションを実施した。1962年10月、 アメリカ国防総省 ARPA の研究部門の部長に任命され、1963年には ARPA の指揮、指令系統の行動科学研究機関の指揮を任された。1963年4月にタイムシェアリングシステムやコンピュータネットワークについてのメモを ARPA の同僚に送信した。a r p ネットはこのメモに記述されたビジョンから生まれ、後に インターネットへと発展した。1968年、MIT 電気工学科教授となり、プロジェクト MAC の責任者となった。プロジェクト MAC は、ビッグライダーのもとで、世界初のタイムシェアリングシステムである CTSS やマルティックスを開発した。マルティックスはユニックス開発のきっかけとなったことでも知られている。 1985年に引退し、名誉教授となる。1990年、マサチューセッツ州アーリントンで死去。同年、コモンウェルスアワードフォーディスティングウィッシュとサービスを受賞。音響心理学の分野では、1951年の論文デュプレックスセオリー・オブ・ピッチ・パーセプションでよく知られており、この論文は数百回も引用された実績がある。 1979年には本に再録された、温響近くの現代的モデルの基礎となった論文である。リックライダーは、早くからコンピューティングに興味を持っていた。バネバー・ブッシュと同様、JCR ・リックライダーのインターネットへの貢献は、具体的な発明ではなく、概念のものである。これが誰のことかは不明だが、ブッシュの功績には微分解析機など、 電子式デジタルコンピュータ以前のコンピューティングなどに具体的な成果があるのを見落としてはる。彼は簡単なユーザーインターフェースを持つネットワーク接続されたコンピュータの必要性を予測していた。彼が予測したものとしてはグラフィカルな情報処理、ポイントクリックによるインターフェース、デジタルライブラリー、E、コマース、オンラインバンキング、ネットワーク上に存在して、 必要に応じて転送されるソフトウェアなどがある。彼はコンピューティングのジョニー・アップルシードと呼ばれている。デジタル時代にコンピューティングの種を植えた人物という当然のニックネームである。リックライダーは現代のパーソナルコンピュータやインターネットをもたらすことになった研究を考案し、出資し、管理するという役目を果たした。彼の論文マン、コンピューターシンビオス。 人間とコンピュータの共生は対話型コンピューティングを予見したものでタイムシェアリングシステムとそのアプリケーション開発に早くか尽力した。彼はまたダグラス・エンゲルバートに助言と資金を与え、それによってエンゲルバートはスタンフォード研究所内にオーグメンテーションリサーチセンターを設立し有名な NLS オンラインシステムを開発した。彼は 冷戦化のプロジェクトであるサージュの開発に携わった。これはコンピュータを利用した防空システムを構築するプロジェクトである。サージュで使用したコンピュータはデータを集めて人間のオペレータに提示し、オペレータが適切な応答を選択するという方式である。1957年、PBN の副社長となり、PDP-1 の1号機を購入して、 タイムシェアリングシステムの公開デモンストレーションを実施した。1958年、リックライダーはアメリカ音響学会の会長に選ばれた。彼は a r p ネ n e t を代表とする初期のネットワーキング研究においても発案と資金提供という面で同様の役割を果たした。1968年の論文ザ・コンピューターズ・エコミュニクションディバイス。 通信装置としてのコンピュータは、コンピュータネットワークによって、位置に依存せずに、共通の興味を持つ者が集う協力型コミュニティが生まれることを予測している。1960年、リックライダーは有名な論文マン、コンピュータシンビオシス、人間とコンピュータの共生を書いた。その中で、コンピュータとそのユーザーのより簡単な相互作用の必要性を示し、リックライダーは、 サイバネティックスと人工知能の先駆者であるとされている。しかし他の AI の先駆者とは違い、ビッグライダーはコンピュータが人間のようになるとは思っていなかった。彼はその論文で次のように述べている。人は目標を定め、仮説をまとめ、尺度を決め、評価を実行する。計算機械はルーチン化された仕事はするが、それは技術的かつ科学的思考の洞察や、 決定の材料に過ぎない。ビッグライダーは1962年8月、PBN に行った頃に、地球規模のコンピュータネットワークのアイデアをまとめつつあり、銀河間、コンピュータネットワークを論じた一連のメモを書いている。そのアイデアには、今日のインターネットのほとんどあらゆる部分が含まれている。彼の論文ザ・コンピューターズ、A コミュニケーションデバイス。 通信装置としてのコンピュータは1968年4月、サイエンステクノロジー誌に掲載されたもので、ネットワークについての彼のビジョンを描いていた。1967年、ディックライダーは、カーネギー・コミッション・オン・エデュケーショナル・テレビジョンに、論文テラビスタス、ルッキング・アヘッド・スルー・サイド・ウィンドウズを送った。これは、テレビを、放送ではなく、 双方向通信ネットワークで利用することを提案したものである。カーネギーコミッションはを創設した。カーネギーコミッションの報告書には、ビッグライダー博士の論文が完成する前に、委員会はその結論を公式化していたと説明されているが、ジョンソン大統領は1967年のパブリックブロードキャスティングアクトに署名する際に、従って我々は、 知識のための巨大なネットワークを構築する新たな方法を考慮しなければならないと思う。それは単なる放送システムではなく、情報を送信して蓄積し、個人がそれを活用できるものだと述べており、リックライダーの論文を踏まえた発言とみられる。1962年10月、リックライダーは、 アメリカ国防総省国防高等研究計画局の研究部門イップとの部長に任命された。彼はその時期にアイバン・サザランド、ロバート・テイラー、ローレンス・ロバーツを見出し彼らに網羅的なコンピュータネットワークの重要性を納得させた。イップとにいた2年間にディックライダーは MIT のプロジェクト MAC への資金提供を決めた。プロジェクト MAC ではメインフレームに 複数のタイプライター端末を接続し、同時に最大30人がコンピュータを利用できるシステムを開発しようとしていた。彼は、スタンフォード大学、UC アレイ、UC バークレイ、いずれもカリフォルニア州の同様のプロジェクトも資金提供を決めている。また、スタンフォード研究所のダグラス・エンゲルバート率いるにも資金提供しており、エンゲルバートは後にコンピュータマウスを発明している。 著書、主な論文、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。